こんにちは、ポンキシです。今回はスチームセールで231円で買ったラリーゲームセバスチャンローブラリーデモを遊んでいきたいと思います。 N とお僕らでチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。画像の女子は AI 生成のマスコットガール満月ポンコちゃんです。よろしくお願いします。さて今回ご紹介させていただくラリーゲームセバスチャンローブラリーエボはバイクゲームの巨匠、元 GP シリーズやライドシリーズなどで有名なマイルストーンさんの制作なんですけども、2016年8年前のゲームですね。マイルストーンさん、ラリーゲーム実は2013年まで WRC シリーズを担当してたのはこのマイルストーンさんだったんですね。そして2018年には B 級にしておくにはもったいないラリーゲームグラベルを発売したのもマイルストーンさんなんです。マイルストーン製の最後の WRC シリーズ WRC4 の発売が2013年、グラベルの発売が2018年、セバスチャン・ローブラリーはちょうどこの間2016年の作品なんですね。グラベルについてはね、この間動画にさせていただいたのでご覧にいただいた方もいらっしゃるかもしれないですけども、すごく面白いゲームでしたよね。なんですけどこのセバスチャン・ローブラリーエボ、いやなんかね、聞く人によっては挙動がいいよ、このゲームはすごいいいよっていう風にねおっしゃっていたり、セバスチャン・ローブラリーあんなんクソゲーやでっていう風にねおっしゃってみたり、聞く人聞く人によって返ってくる答えが違うんですよね。そしてスチームのレビューを見てもこれ賛否両論になってます。これなんでこうなってんねやろ、この辺の謎をね今回スチームセールで231円だったので解き明かしていきたいと思います。ちなみにこのスチームセールはこの動画公開後6時間後に終了するので、欲しいなと思った方は急いでスチームストアに行きましょう。さあでは遊んでいこうと思うんですけれども、めちゃめちゃ色々車収録されてますね。だけど選びたいのがロックされてて結構遊べないですよこれ結構遊べない。あ、ランエボもインプレッサもありますね。日本車結構多いですね。あ、トヨタセリカ ST185GT4 これ乗りたいけどクレジットが足りない、クレジットが足りないなこれはということで、まあアンロックなしで遊べるセバスチャン・ローブ選手のラリーでの奇跡、ラリーでの歴史を学ぶモード、ローブエクスペリエンスを遊んでいこうと思います。これだったらシトロエン C4 を選ぶことができますね。そしてこれをクリアしたらガレージに C4 がアンロックされるということにもなってます。もちろん、アシスト全オフのプロ、AI 強度はリアルスティック最強ですね。さあ、ではまず1本目、フィンランドを走っていきたいと思います。まあ、フィンランドといえばね、スピードとジャンプ、ハイスピードからのジャンプで有名ですよね。さあ、どんなコース、どんな車の強度なのか。さあ、スタート。結構素直な挙動ですね。あ、素直な挙動。すごく乗りやすい。オーバージャンプ60。あ、すごく乗りやすいな、これは。右6ロング170。いや、結構いい挙動ですよ、これ。3、左3、あ、ちょっとアンダー。ちょっとアンダー出ましたね。リアのグリップが強い感じ。右6オーバーバンプ、イントゥ、左6ロングタイトル、イントゥ、右6。右6プラス、アンド、左6。あ、すごい素直で乗りやすいですよ。右6マイナス80。あ、マイナス3。右650。やっぱ景色が結構いいですね、これ2016年のゲームにしては景色がすごい良くて、草の生え方がいいですね、なんかそれっぽいそれっぽいですよ。あ、面白い面白い面白い。左6イントゥ右6、結構挙動いいっすよこれ、本格的。まあまあ本格的。まあ今の目で見るとね、今の e スポーツ WRC とか WRC ジェネレーションズとか、あるいはねダートラリーとか、その辺と比べると本格的かというと、まあそこまで本格的ではないですけど、2016年当時で言うと KT レーシングさんの WRC6 が2016年、そしてコードマスターズさんのダートラリー無印が2015年ですから、まあ、ダートラリーほどの出来ではないとは思うんですけど、 WRC6 とやったらいい勝負してますよこれ。 WRC6 もややカジュアルとはいえめちゃくちゃいい出来ですからね、まあ、それと比べても遜色ないですよ。これは面白い面白い面白い。うわあ、足に6プラス90、左6プラス70、右6プラス、アンド左6オーバークレスト。あ、これはいい挙動だ、ラリーっぽい、ラリーっぽい。まあまだ高速コーナーしか走ってないから、低中速でどうかっていうのは分からないですけども、左6マイナス6。あ、いい感じいい感じ、ドリフトいい感じ。
あ、ドリフトいい感じですよこれ。これ6 WRC6 よりもいいかな、もしかしたら。だいぶいいですよ。前が見えへんフロントガラスが汚れてきて前が見えへん。いや、ワイパー使えないですよねこのゲームこのゲームワイパー完全自動なんで使いたい時には使えないですよいや、でもすごい乗りやすくて直感的に乗れて、しかもちゃんとラリーっぽい動きしますね。まあ、グリップ、この車自体がね、グリップ強い車なのかなという気はしますけれども、すごくいいけど本格的なラリーゲームの挙動をしてますよ。いやー面白い優勝1位、あ、リトライなし1回目から優勝難易度はちょっと低めかもしれないですね。難易度はちょっと低め、 AI の強さ低めかもしれないですね。さあ、では続いて同じ車シュトレイン C4 でウェット路面のウェールズを攻略していきます。まあ、ここで低速コーナーがどうかですね。さあ、スタート。うん、まあ、ちょっとアンダーかなっていう気がしますけども、ドリフトに入る動きですね。ドリフトに入るちょっとアンダーかなという気がしますけど、まあ、これでも多分セットアップで調整できそうですね。結構いいですよ、ドリフトに入る時のターンインのところ、そしてドリフトに入ってからの動き、結構いいっすね。まあまあ本格的、まあ、ゲームパッドでね今回遊んでるんですけど、わすごく遊びやすいですよ。あとはペースノートですね。ペースノートはやはりどのラリーゲームでも一緒なんですけども、え、ここ左5なのっていうところはありますどうしてもあります。まあ、そういうところでねミスったりはしますけども、まあ初見プレイはしょうがないですよね。まあ、確実 100% そうなるんで初めて練習なしでね臨むと、もうペースノート通りに入るんで、それはもうしょうがないですね。だけど共同っていうことに関して言うと、まあまあいいですね、面白いな。いや、ウェールズってやっぱりラリーのね花形で、まあ、ゲームで走っててもねウェールズはすごい楽しいんですけども、あーぶらぶらしっかりとフロントに舵を乗せないと今みたいにねターンインしていけないっていうこともあります。結構強度いいですよ。ただまあこの世代のラリーゲームはダートラリーの無印と戦わないといけないんで、あれがもう化け物だったからもうすごいいいゲームだったんでね、それと比べるとどうかと言われると、なかなかダートラリー無印を超えることはできないとは思うんですけども、まあでもマイルストーン製のね WRC4 と比べるとかなり良くなってますよ、かなり良くなってる。いや、なんでこのゲームがそんなに評価低いのかよ、わからん。むちゃくちゃいい。挙動っていう面に関してはむちゃくちゃいいですね。まあ、ちょっとカジュアルですけどね、ちょっとカジュアルですけど、まあ、そのカジュアル的な楽しさも含めてすごいいいゲームですね。まあ、本格的なラリーシムとしてすごいとは今のね今の目で見るとそこまでは思わないですけどね、今本当にすごいいいゲームいっぱいあるんで、そこまでではないです。うわ、めっちゃ楽しい
ホースの見え方がもう楽しいですよ。ホースの見え方楽しい。でも草の生え方がいいな。昨日生え方、草の生え方が良くて、ちょうどこれ見え、ここ見えへんなっていうのが、もう本物の草みたいな感じ、印象を受けますね。あ、こういう風に草って生えるよねっていう、ここのこだわりが感じますね。その見えないね、ブラインドのコーナーに突っ込んでいく、このスリルね。ああ、いいですよ。うん、いいですよ。これ挙動いいな、挙動いいです。まあ、ちょっと車自体がアンダーステアなのかもしれないですけど、アンダーはありますけど、まあ、ダートラリーでもね、この C4 という車はすごいアンダーステアでかなりセットアップしないと乗りやすくはできないんですけど、今回セットアップなしで吊るし走ってるんで、まあ、そのせいかもしれないですからね。他の車だったらもっとアンダーステアじゃないかもしれないですね。でもアンダーステアはアンダーステアで乗りづらくはないですよ。アンダーだと分かってれば乗りづらくないですよ。単位のところね、単位のところめちゃめちゃいいなめちゃめちゃいい。しっかりとフロントに、アウト側のタイヤに舵を乗せないと単位していけない感じがありますね。まあ、これは面白い。まあ、だからといって難しすぎないですね。荷重がちゃんと乗ってないからといって単位できないわけでもないそこの塩梅がね、カジュアルとハードコアのその間ですよね。そこの塩梅がすごくいいですね。クリアいや、AI 難易度は低めですね。初見リスタートなしでクリアしちゃいますよ。さあ、車はまあ、ローブのイベントなんでね、まだ一緒ですね。C4 で、夜のスウェーデン。いや、これは難しそうこれは難しそうさあ、スタート見えへん見えへん、これ。いや、なんか暗いってライトが暗いねんっていやー、もうライト暗いのをいい加減にしてほしいな見えへんから。まあでもスウェーデンなんでまだマシですね。この壁が白くて光ってるからまだ見えやすい。これ普通の道やったらほんまに見えへんのちゃうかなその難しさはありそう。あ、雪のこの動きいいですよ。あ、雪っぽい。あ、雪っぽい。あ、面白い。いや、これいいですよ。普通にむちゃくちゃいい。普通にむちゃくちゃいいな。なんであかんって言われてたんやろ。なんでダメって言われてたんですかね。いや、実はね、ダメって言われてた理由もわかります。実は、このゲームがクソゲーだっていうふうにね、言われてた理由わかります。実はですね、まず PS4 版のお話からしましょうか。PS4 版は、実は、処理が重すぎて、30fps 固定だったらしいんですよね。しかも、その 30fps で安定しない。発売直後はまあそんな感じだったらしいですね。まあ、その後アップデートでどうなったかはまだ私知らないんですけども、さすがに 30fps はないよ。レースゲーム、ラリーゲームで 30fps、まあ個人的になんですけど、30fps で楽しいなと思えるゲームは多分ないです。それ以外のところはどんだけ良くても 30fps の時点でダメです。無理です。走れません。でしかも急なコーナー、ヘアピンとかね、曲がるときにもっと落ち込んじゃう。13とか4とか、まあ、その辺に FPS が落ち込んじゃう。まあ、正直そのレベルだと遊べないレベルですね。まあ、個人的にはラリーゲームは 90fps ないと楽しめないんじゃないかなというふうに感じてますね。でヘアピンのようなね、早く素早くパンするところ、カメラをね素早く動かすところ、こういうところでも 90fps でヌルヌル動いてるゲームはやっぱ楽しいですよね。でもゲームによっては PC とかマシンのスペックによっては 60fps まで落ち込んでしまうということもやっぱりあるんですよね。まあ、そういう時はやっぱ楽しくないですよね。あ、もうヘアピン重いなっていう風にね思っちゃうんで楽しくない。なので、まあラリーゲームとしての車の挙動云々の以前の話ですよね。こんだけ処理重たかったら
草なんか生やさなくていいんですよ草はもうのっぺらぼうにしといて、色だけそれらしく塗っとけばいいんですよね。あんなもう大層に草いっぱい生やして処理落ちで重かったら、そらそらクソゲー扱いされますよ。当たり前の話で、まあ PS4 版だけではなくて PC 版も当時むちゃくちゃ重かったらしいです。当時むちゃくちゃ重くて、ほとんどのプレイヤーがまともに動かせない、当時のハイエンド機でもまともに動かせなかった人の方が多いくらい、まあそんな風に聞いてます。もちろんね、マシンの構成によっては何にも問題なく動いてるよっていう方もねいらっしゃったんですけども、まともに動かないという方も山ほどいらっしゃったようですね。しかもまあ動かないだけじゃなくて落ちまくるゲームが落ちまくる、そしてそれだけではなくてセーブデータが保存できないまあセーブデータが保存できないというバグが長らく放置されてました。ハンコンの設定とかね、ゲームの設定とかキャリアモードの進捗とか全てセーブできなかったそうです。実は私このゲーム4年ぐらい前に遊んだことあるんですけど、実はね遊んだことあるんですけど、その時はセーブできませんでしたですがそのバグは今は治ってますね。今はちゃんと、まあ、ちゃんとじゃないな、セーブできてないところもあるんです実は治ってないところもあるんで完全ではないんですけど、まあでもほぼ治ってますね。まあこれなんでこうなるかと申しますと、セバスチャンローブの正のところの SE の E、 この E ねちょんってついてるでしょ、アクサンティグっていうらしいんですけど、これがセバスチャンローブラリーのセーブデータ用のフォルダ名に使われちゃってる。これね、普通の Windows の日本語版だと認識できないんですよねこの特殊文字が使われてると認識できないんですよね。まあよく海外ゲームを遊ぶときに PC 名のところに全角文字を使ってるとセーブデータ保存できない、まあそれと同じ理由で保存できないです。これでもね、普通の英語版の Windows でもセーブできないんですよこれセーブできないから、これ。いやもちろんね、フランス語インストールしたらできると思うんですけど、そんな人いないじゃないですかそんな人おらへんから。でそのむちゃくちゃ重かったゲーム、今のミドルスペックのマシンやったらヌルヌル動くんちゃうかなって思うじゃないですか思うでしょ私のマシン第13世代の Core i7 と RTX4070Ti の組み合わせなんですけど、まあ、ほとんどの場面で 500fps オーバー、そしてまあ最低ラインのところは 370fps ぐらい、安定して動いてるときはこうやって動いてるんですが、遊んでるとたまに一気に fps が落ち込むときがあります。このときにね 30fps ぐらいまでに落ち込んじゃう一瞬なんですけど、まあ、カク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 なっちゃうんですね。まあ、そうするとやっぱ楽しくないですね。遊べなくはない遊べなくはないんですけど楽しくないですね。もっとヌル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 動いてほしいじゃないですか。でまあコースによってはそれがね、まあ、たまにしか起こらないんですけど、コースによっては 2,3 秒に1回それが起こってしまうまあそんな感じ。まあこの雪の面、スウェーデンはすごくヌルヌルした感じで動いてるんで、やっぱり草のせいかな草のせいかなっていう気がします。草をすごい生やしすぎなんじゃないかなっていう気がします。せっかくハイスピードコースのスリルあるラリーステージを表現しても FPS 落ち込むことだったら全然楽しない何にも楽しない。しかも私のフレンドさん、このゲームね一緒に遊んでくれようとしたんですよね。そしたら立ち上がらない立ち上がっても落ちまくるまあそういうバグが残ってるみたいですね。まだ残ってる。まあさすがに古いゲームなんで、まあ今のね PC の何かに対応してなくて落ちまくるっていうことはまああるとは思うんですけど、不安定になるっていうことはあると思うんですよ。でもこのゲームね、発売当時もダメで4年前もダメで、そして今もダメってなったらいつ良かったんっていう話なんですいつ良かったことがあるんですかっていう話なんですね。はい、今回チームセールで231円で買ったラリーゲーム、セバスチャンローブラリーエボを遊んできたんですけれども、いやー思ってたよりも良かったですね。思ってたよりも面白かったです。このゲームねずっと挙動いいよっていう風にね言ってくれてた方がいらっしゃって、どんなゲームなんかなっていう風にね気になってたんですけれども、今回 PC 新しくしたことで今までで一番まともに動いたかな今までで一番まともに。まあでもね、古いゲームはなんか物理エンジンとグラフィックの同期がうまいこといかない場合もあって、まあ、そのせいでねスペック的には十分でもうまいこと動かせないことがあるということのようなんですが、まあ、私の環境では、まあ、完璧に動かせるってことはないんですけど、まあ、ステージにもよるんですけど、まあ、楽しく遊ぶ分にはね支障ないぐらいには動くかなという感じですね。そしてまあ現在のメレビルとね、やっぱり WRC ジェネレーションズとか e スポーツ WRC とかダートラリー2点でね、このあたりのゲームの挙動がもう素晴らしいんで、それらと比べると本格的なラリーゲームというほどではないんですけども、それでもちゃんとねラリーっぽい挙動でしっかり楽しく遊べるように作ってあるんじゃないかな、まあそんな風に感じました。まあ WRC のね公認から外れたけど面白いゲーム、ラリーゲームを作っていこうという、まあそういうね意地みたいなもんも感じますね。まあでもオーバースペックすぎて動かないゲームになっちゃって、でしかもそれを直せないまま発売してしまう、まあ、なんというかマイルストーンスタンっぽいですねマイルストーンスタンっぽい
はい、今回はラリーゲームの紹介動画になりましたが、普段はレースゲーム、ラリーゲームの攻略動画で楽しんでおります。もう一個だけ動画を見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほなまたね。いや意外と面白いよ意外とこのゲーム面白かったちゃんと動いたらね、ちゃんと動いたら面白い